ですけど、あっという間、もう11月半ばですからね。やっぱり一番ね、めでたいニュースといえばですね、はい、やっぱり福山雅治さんとね、あの福石和恵さんのご結婚ですよね。福石和恵、父親元プロ野球選手です。何言ってんの。遅くだから。そうなんだ。まあね、歌もあのやっぱいいじゃないですか。家族になろうよね。いつか母さんの歌が静かな。できんで、しまんじゅったから。やっぱ違うわ。そう、違いますよ。いや、福山さんの友達したんです。ごめんなさい、ごめんなさい。できんに見えたらすいません。マッチンかぶってるから。で、ドラマとかも出てますよね。やっぱり一つ屋根の下なんかいいですよね。一つ屋根の下。37.2% というフジテレビ史上いまだ破られたことがない高視聴率を記録、人気ドラマです。やっぱすごかったですかね。高視聴率といえば1988年 10.19、 近鉄バッファローズ対ロッテオリオンズ最終戦、7回表1点差で負けた近鉄バッファローズ、同点ホームランを打ったのは誰なのかと言いますと、近鉄バッファローズ福石徳一。あと最近ではね、ガリレオって言ってね、こう実に面白い。実に面白い。それ面白いゲームといえば1988年 10.19、 近鉄バッファローズ対ロッテオリオンズ最終戦、仰木監督はチームで最も信頼の置ける男を打席に送ります。そして同点ホームランを打ったのは誰なのかと言いますと、近鉄バッファローズ福石徳一。違うな、それお父さんの情報だろ。福石和恵さんの情報さん。当たり前。数々のドラマや映画に出ています。確かに。女優一筋。いや、すごいですね。いろいろ一筋といえば、近鉄一筋10年1988年 10.19、 近鉄バッファローズ対ロッテオリオンズ最終戦、7回表同点ホームランを打ったのは誰なのかと言いますと、近鉄バッファローズ福石徳一。腹立つわお前。腹立つの。いや、そうだよ。日本一まで駆け上ったチームはどのチームかと言いますと、そう、近鉄バッファ